皆様こんにちは、銀座の画廊秋華堂から展覧会のご案内でございます。明日5月27日より、デロリ再びということで、甲斐荘楠音をオマージュした現代作家による展覧会、美人画を開催いたします。池永さんをはじめですね、岡本東子さん、などのメンバーを揃えまして、あとオマージュしたその甲斐荘の作品、東京でも非常に希少な見る機会が少ない作家たちの作品もですね、展示しております。画廊の夜会という銀座の画廊同士の企画も相まってですね、明日は21時、夜の9時まで開催しております。近代絵画をもう一度見直そうということで、各展いろいろな催しでいつもよりもですね、非常に力を入れて開催しておりますので、ぜひご来店いただきたいと思います。私ども明日5月27日初日は9時まで開廊しておりますが、その後は6月4日まで通常通りの営業をさせていただきます。ぜひご来店いただきますようにお待ち申し上げております。